マイクロプレートリーダーとは物理学、科学、生物学の実験や検査などで広く用いられる測定用機器でマイクロプレートに入れた多数のサンプルの光学的性質を測定するものである。単にプレートリーダーとも言う。マイクロプレートの形式に合わせたものがあり、ウェルごとにそのまま測定できるようにしてある。測定モードとしては最も一般的な球根のほか、傾向、 価格発光さらに傾向変更などがあり、モードが切り替えられる装置もある。分光高度計のキュベットに代わって、マイクロプレートを用いるようにした機器と言える。初期には、一般の分光高度計と同じく光学フィルターを用いて、一定波長のみ測定できたが、現在は、モノクロメーターを用いて、任意の波長で測定できるようになっている。また現在では、 測定温度を一定に保ち、連続的に時間変化を測定できるものも多い。専用ソフトウェアにより、プログラムに従って測定、データ処理できるようになったものが一般的である。使用目的を挙げれば、次のようなものがある。工学的測定方法は、ハイスループット性が高く、特に近年ではかつて放射標識を用いていっていた試験に代わり、 発色や傾向を用いて測定する方法が発展した。このため様々な実験、検査に必要不可欠なものとなっている。ありがとうございます。